ちょっと夏っぽい感じで設定してあげて、お顔をちょっとシャープな見た目もそうですけど、雰囲気、あとはメイクとかネイルとか、結構その人のテイストはどういう女性なのかなっていうのをまず絶対に見ますね。そこから自分の中で似合うデザインをやっぱ3パターンぐらい考えて、そこからお客様のなりたいことも聞くんだけど、自分の中で3種類の中でいいものを、いいなと思ったところをご提案するっていうのはサロンワークで一番意識します。なので初めにお客様の雰囲気をしっかり観察するっていうのは大事にしてますね。かなり今まで悔しい思いをなるほど女性の方がエレガントでしょうかね。そうだね、女子のそのイメージが多分強いな、そうですね。やっぱり今まだ若手で売れてる子がいないので、本当にもう2年目3年目で売り上げを上げられるようなこうスピード感を持たせるのが一番僕は今目標にしているので、まあそういう子が生まれてほしいなっていうのは半分願いですけど、そこに期待はしてますね今。今年で3年目になります、鈴木あかりです。お客様に対しても社員の方に対してもみんなの道しるべというか、人間としても美容師としてもついていきたいと思われるような存在の美容師になりたいと思ってます。アシスタント2年目の西田夏希です。お客様を嬉しい気持ちにして返すのが一番の目標です。そうなるためにやってる教育方法はやっぱりこうモデル実践型っていうか、まあウィッグのレッスンをしっかり行うっていうよりはモデルで実践的にお客様に似合うものだったりとか接客っていうのを勉強させて、まあ本当に喜んでもらえるデザインだったりとか接客っていうのをしっかりともう1年目から頭の中で叩き込んで、まあ実際にスタイリストデビューした時に困んないような教育っていうのをしてますね。なのでウィッグレッスンとモデルレッスンで言えばモデルレッスンが7のウィッグレッスンが3っていう感じで、より実践型教育っていうのをうちではやってますね。僕は初め入ったお店がアシスタント1人で2人数5名の時だったんですよね。だからで10席あったお店だったんで、10席全部埋まってアシスタント1人だったんで、僕が10席全部把握しなきゃいけなかったんですよね。本当に今思えばきつかったですけど、お客様全体をこう見る力だったりとか、やっぱりこう一人一人に気遣いする能力とか、あとは1人で全部やんなきゃいけないんで、なんかすごくこう視野が広くなりましたね。そうですね。あとはなんかこう売れてない時代すごいやってたのは、朝朝礼が10時半だとしたら、だいたい2時間半前か8時にお店に行って、お客様のカルテ一つ一つ書き直したりとか、とりあえずウィッグを取り出してカットの練習をしたりとか、あとは撮影したりとか、なんかもうそれをひたすら続けたりしてましたね。全然結果出なかったですけど、すごいこう無駄な努力してたなっていうのはあるんだけど、それが今に生きるポイントっていうのが実はちょっとあったりするんで、なんかすごく無駄なようで無駄じゃなかったなって思いますね。黒髪で髪質ストレートじゃないですか、はい、努力は必ず報われるみたいによく言うんですけど、全然報われなかったんで、今の子にはまあもうちょっとこう遠回りせずに最短ルートで成功の道へ歩んでほしいなっていうのは
すごくありますよね。一応僕ウェイの一応副店長をやらさせていただいてるんですけど、まあ、もとそういう僕は人間じゃなかったっていうかそういうタイプじゃなかったんですけど、松田さんのおかげでここまで成長させてもらえたし引き上げてもらえたっていうのがあって、多分それはウェイのスタッフ全員思ってることだと思うので、まあ、周りにいい影響を与えてみんなを引き上げてくれるパワーを持ってる人だと思います。タイミングですよね。で、今はやっぱりこうウィークポイントを探すよりはストロングポイント、いいところを探してあげてそっちを伸ばす教育に一番力を入れてるというか大事にしてるかもしれないですね。僕なんかはダメなところばっかり言われ続けたんで、自分のいいところを伸ばすことができなかったのもやっぱさっき言った努力がなかなか実らなかった理由の一つかなと思うんで、今の教育にはすごく必要なんじゃないかなと思いますね。今単純に毛量、昔はやっぱりこう今みたいに SNS もなかったし、YouTube とかで技術を見ることもできなかったし、もう学ぶって言ったら本で学ぶしかできなかったんで、もうカットの本とか見てても知識のない美容師があれ見てもやっぱり理解できないんですよね。ただそれをひたすら見続けてなんか頑張ったんですけど、今って簡単にやっぱその情報が得られる、一流の技術がすぐオンラインで間近で見れるんで、それがやっぱ羨ましいなっていうか、ただ僕って結構その本読み続けたっていうのもあったりとか、人の技術をすごくこう見たり盗んだりするのがやっぱすごくその時に得意になったなと思うので、無駄だったけど本当に今生きてる部分でもあるんですよね。わかります。かかってます。簡単なやつなんですけど、トップスタイリスト中村龍太です。まあ、メインを店舗展開してその1店舗の店長を任せてもらえるように、まあ、技術とか人間性とか、まあ、後輩指導の面でもこう日々成長していきたいと思っております。乾かしましょう。意外と乾かない。どうだろうな。で切りましょう。ちょっとある、ちょっとある。ちょっとカラーのされ方も 80% はするんじゃないですか。でパーマが結構多いですね。約 50% ぐらい。パーマ比率多分高いと思いますね。やっぱりショートってもちろん綺麗なカットしてデザイン性って広がると思うんですけど、やっぱこの曲線っていうのはカットだけで作れないんで、打ち出すデザインもパーマスタイルっていうのを作ることが多いですね。あでもハイライトとかもそうですし、こう立体的に見えるデザインだったりとか、あとは日本人って赤みがやっぱ多いんで、こうグラデーションでなるべくこう赤みを抑えながら品のあるカラーっていう選定を結構意識してますね。だからただのワンカラーでもワンカップじゃなくて、もう今持ってっちゃいましたけど2カップで作ることが多いですね。フフフフ。僕はでも言葉でももちろん伝えるの大事にしてるんですけど、まずはでも上がやってないと下って納得してくれないかなと思うんで、自らがまず やるっていう行動力をこう大事にして、まずやっぱ背中で見せた上でそれをしっかりと伝えるっていうのは意識してるかもしれないですね。上がこう言うだけ言ってやんないっていうのって多分一番納得できないことかなって思うので、だ僕はまずそれを背中として見せるっていうのは一番意識してるかもしれないですね。だそういう後輩がどんどん育ってほしいなって、そうするとやっぱ組織ってこう強くなるかなって思ってますね。フローしてきますね。僕の
インスタでも上げてるんですけど、クール系、カジュアル系、あとはちょっとこう色っぽ系っていうんですかね、 3C って言って、僕の女性像のイメージが3つあって、まず、クールでかっこいい系の女性像と、カジュアル、ラフなおしゃれさとか、あとはコケティッシュって言ってちょっと色っぽさっていう、この3つの女性像を僕はデザインのイメージとして作っているので、それに合うような衣装っていうのを僕は集めてますかね。で、結構雰囲気変えるのにこういうアクセサリーを使うこともありますかね。どの媒体に載せるかっていうのにもよると思うんですけど、僕は結構やっぱインスタグラムをメインに載せてるんで、画角があんまりこう寄りすぎだったりとか、横一の写真だったりとかっていうのはあんま使わないで、求人系の撮影とかホームページに載せるときは撮るんですけど、普段の撮影は縦撮りで撮るのと、僕の場合はショートを売りにしているので、さっき話したようなその3つの女性像がしっかりと伝わるような、大体こう画角的にはバストアップぐらいですかね。バストアップで頭もしっかりと切らずに収めるっていう、本当基本な撮り方を大事にしていて、決めすぎず自然な感じのちょっと1ページを切り取るような、そういう撮影を心がけてますかね。マーク3ですね、マーク 3 5D で撮ってますね。昔から使ってるってもありますね。あ、撮れましたね。あ、おはようございます。沙織さんです。お願いします。結構いつも撮らせていただいて、何年ぐらいですかね。近く2年。襟足がもうちょっと冷たいって感じですね。そうですね、でもなんかジョリジョリみたいなのしたくなくて。ジョリジョリは嫌ですね。ジョリジョリ。撮りました。じゃあ今日は普通にカットして、ワンスタイル撮影してって感じで、はい、しましょう。じゃあ衣装をどうしようかな。ちょっと前髪刺すんだから少しカジュアルキュートな感じがおしゃれかな。そうですね、なんか意外ともうなんか暑いし、夏季室とかでもいい気がするし、あるといいんだよね。